こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今、インドネシアのバリ島に来ています。でね、いよいよ、オーストラリアのアマゾン FBA 始まったんですけど、いろいろここ最近ね、海外を旅行して歩いてて、まあ、オーストラリアはすごいね、物がないけど物価が高いと、ね。だからすごいアマゾンが入ってチャンスだという話をしてるんですけど、 まあ旅行しと思うのはね、もしかしたらオーストラリアが物価が高いんじゃなくて、日本とアメリカだけが突出して物価が低い。ね。そういうことなんじゃないかなっていう気がしてきました。まずね、ええー、まあ、この辺は、以前、もう十二20年ぐらい前に行った旅行先なんですけど、一から、ええー、1から16まで。 これはね、20年以上前の渡航先です。まあ、その頃はね、確かにね、タイは物価安いなと、オーストラリアも物価安いなという、シンガポールも安かったですね。まあ思ってたんですけど、まあ、ここ最近この旅行してるね、えー、例えば中国、ね、イギリス、ポルトガル、ドイツ、ギリシ,リシャ、ベトナム、バリ、オーストラリア、まあオーストラリアこれから行きますし、まあ去年の春まで住んでたんですけど、まあどこも物価はやっぱね、高いです。 で特に、まあ、えー、どこの国もそうですけど、輸入品は高いと。えー、輸入したものは、大、ま、体、あ、本国で買うものの3倍、ね、あるいは5倍するのは当たり前と。まあ、日本もね、えー、20年以上前はそういう時期があったんですけど、今や日本は恐るべきことにね、えー、輸入品であっても本国より安く売ってるという、まあえー、どうやって、どっからね、 えその利益を出してるのかな輸送費を出してるのかなというまあ不思議な気がしますけどまあそういう状況になってますでアメリカと日本はねえいいものでも探せばえ安くえま食べ物も食べられるし買い物もできるとまところがまあ物価が安いと言われてる国はねえ例えばまタイねバンコク物価安いとか言ってますけどまそらねえ屋台 で食べるね現地の、現地人のお金がない人が食べてるようなところで食べてれば、それは確かに安上がりだしね、えー、泊まるところもバックパッカーとかね、えー、そういうところで、まあ、1000円以下で泊まれるところもまあ、いくらでもあると。まあ、ただ正直、えー、標準的な日本人、あるいはね、えー、アラフィフのおっさんにはね、えー、とてもそんな場所に泊まって屋台食べて旅行は、えー、できないと。まあねなんか 苦行をするわけじゃなくてね、ある程度快適に過ごしたいなと思うと、日本と同レベルの食事をして、日本と同じようなとこ泊まると。はっきり言って日本より高いと。これはもう今バリ島来ててもそう思いますし、ベトナムもそうでしたね。まあ、ベトナム、ハノイ、えーまあ、ベトナムって言うと物価安いとかっていう風に思ってるでしょうけど、 まあ、工場なんかで安い人件費で人は与えますけど、まあ、決して物価そのものは安くないと。ね、レストラン行っても、ホテル泊まっても、えーまあ、ホテルはちょっと安いかな。えー、現地で部屋借りても、まあ、かなり高いです。ね、これ、えー、ちょっと広めのね、1DK12 万円って、えー、東京と変わんないじゃんっていう感じでね、多分日本の普通のベトナム行って、えー、ある程度長く滞在したことない人にはわからない物価になってます。 大,大体だからね、その国の、まあ、平均所得の人の、えー、食べてるものとか、えー、住んでる場所なんかで見れば確かに、えー、平均所得の低い国は安いと。まあ、ところが今回バリなんか来てつくづく思ったんですけどね。まあ、タクシーとかレ,レストラン、えー、それからスーパーというか売店というかね、のぼったくり度合いがひどいと。すごい物価が上がってます。ってことは、 これはね、相当その平均所得とかとは関係ないところで、えー、観光客相手にして、えー、商売してる人、あるいはね、えー、現地の、えー、バリの人で、えー、儲けてる人相手にしてる商売の人は、まあ、相当所得高いだろうなというのがね、えー、予想されます。まあ、そんなこんなで、まあ、何が言いたいかというと、やっぱりね、えー、日本でだけお金を稼ぐっていうのは、 まあちょっとね、えー、無理があるというか、もう今やもう危険だと、ね。今、働き方改革ね、えー、やってますけど、あれはまあ多分ね、通ると思います。まあ、通った暁にはね、今まで残業代もらえてた人が、まあ、残業代もらえなくなるでしょうし、今まで見たくね、えー、残業代見払いの告発とかいうのがなくなるでしょうね。まあ、ほとんどの仕事で、えー、その、何時間働いたってんじゃなくて、 何をやったかで、え、給料を払うという形にしたらね、おそらく今より所得を下がると。逆に言うと、今より、え、給料を払いたくないから、それをね、働きかけてる、え、会社なり団体があって、まそれによって法案を作るのを急いでると。 熱心にはニュース見てないですけど、めちゃくちゃですよね、えー。都合の悪い資料をなくしたってことにしてしまい込んだりとか、まあもう、何としてもその法案通しちゃおうと、ね、作っちゃおうというのがね、丸わかりなんで、まあそうなると、今以上に、ねえー、非常に厳しい現実、働けど働けど我が暮らし楽にならずという状況になるのかなという気がします。まあそうなってくるとね、まあ、海外に移住するかね、ね ただ移住っていうのはそうそう誰でもできることがないんで、だったらね、海外の人は相手に商売する。インバウンドの商売やってる人はね、えー、まあそれはそれでチャンスだと思いますけどその今、今からね、インバウンドの場所のいいところにね、店舗を作ったりなんだりということをやっても、えー、まあ非常に多額の投資がかかるし、ね、ライバルもすぐ増えていくだろう、ライバルもすでにいるだろうというところがあります。そこ行くと、もう、 海外に輸出するでしかもね、この Amazon っていう仕組みは、やってみようかなと思えばね、え本当に、えー、スムーズに稼げると、ね。多少の何かトラブルとかね、解決すべき問題ありますけど、えー、それは海外に行って店舗出しましょうとかね、独自ショップを作って自分で梱包発送しましょうとか、そういうのを考えたら、全然比較にならないぐらい簡単に稼げます。まあ、そんなわけでね、今非常にいい チャンスの時期にいるわけですから、まあ、日本に住んでることに感謝してね、ガンガン商品を仕入れて、まあ、オーストラリアアマゾン、あるいはね、アメリカアマゾンで儲けていただければと思います。まあ、本当に、ね、また、えー、もしリクエスト等あれば、えー、細かい物価、日本人がね、えー、食べるようなとことか、灯るようなとこ、あるいはね、飲むようなものがこっちでいくらしてるのか。 で日本でね、アマゾンなり、えー、あるいは安いとこを探せばいくらで買えるのかということを考えればね、まあ、はっきり言って、えー、日本ほど、まあ、快適に安くいろんなものが手に入る国はないと。まあ、ただ一つ問題は、日本でだけ稼いでると、えー、その安い原因である低賃金の、ね、恩恵というか、えー、低賃金の洗礼を受けてね、物、えー、は安いんだけど給料も安いと、ね。あるいは給料はある程度もらってるはずなのにね、 保険やら、税金やら、年金やら引かれると、使えるお金がほとんどないというようなことになるんでね。まあ、えー、やっぱり輸出、ビジネス、ね、輸出で自分で稼ぐスキルを身につけないと、これからの日本、ますます厳しいだろうなというのをね、えー、バリにいて、えー、ちょっと良さそうなホテルの値段調べたりね、えー、スパークリングワインを買ったり。 シャンパンを買おうとしたり、炭酸水を買おうとしたりして、えー、値段を見ててつくづく思いました。日本は物価がすごい安い仕入れ天国です。輸出ビジネスで稼ぎましょう。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。